ホーベで税理士法人の代表をしております。税理士シンガーソングライター愛心です。とまつんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今日はですね取り上げたいコメントが2つありまして、はい、読み上げさせていただきます、はい、1>, 1つ目なんですけれども焦りのため2科目を目指して勉強していますが連敗してしまっていますさすがに今年は1科目で頑張りますというコメントと、うん、もう1つが勉強するために時間確保が一番大事だと思って可能な限り勉強に振り分けて気がついたことは体力の壁です勉強するための時間はもちろん体力とか心身の健康管理が大事だと気がつきましたということで受験勉強していると焦ってしまう気持ちとか、うん、焦 無理をして体壊してしまうとかう結構その結構受験生の中ではあるかなと思いましてユシンさんって日々スケジュールパンパンで生きてる中でうまく時間管理をしてハッピーに生きてらっしゃるように見えるのでまあその辺のコツも合わせて、うん、はいわかりました焦って2かもこうやることでずっと落ちてしまった,たいそのいっぱい勉強しなくてはいけないと思って空いている時間とかもう何な,なら空けて勉強に費やすとでそうすると睡眠時間もね十分に取れなくなってしまったりとか気持ち的にもうもう泣いていってしまって続かなくなってしまったみたいなことが まあやっぱり往々にありますよねでこれを大枠で考えるとどうすればまずこれは考え方が変われるのかっていうところがあってまず最終目標何なのっていうところにちゃんと向かっていくかどうかっていうことなんですよこのチャンネルで言ってんのは幸せになるために生きているという手にすれば日々の生き方が幸せになる方向に向かうんだからもうハッピーじゃないですかじゃそれに向かうにあたって税理士っていう仕事がめちゃくちゃいいんですよ自分の収入面だとか時間のことだとかもう 健康のことだとだか幸せ度やりがいみたいな部分がすごく整っている税理士業に来るよっていう方に関してはこういう世界だからだから自信持ってどんどん行ってくださいとっていうのであこの動画は作られている一番向こうの、まあ、幸せ自分もそして周りもっていうところに次あ税理士っていいんだならで税理士の中でも 僕がよく言ってる支援業をしていく税理士いいですよっていう、そこが目標だ。とこれを作りたいっていう風になった時に、早く受かって、いろんな経験して税理士になれば支援できるからいいですよって話もよくしてるんですけど、じゃあここで早く受かってって言ってんやから、じゃあ早く受からないといけない焦るではないんですよね。これなんで早く受かったらいいかっていうと、早く科目を取ってしまえば、いい税理士としてやっていく時、人の税理士になるための時間を、いろんな経験をね、していく時間を取れるから、 だから早くやるのいいですよね。だからここの時間をいっぱい取れますよね。そしたらここに繋がりますよねっていう話なんですよね。その時の自分の環境がめっちゃ面白い経験できる環境なんやったら、それを続けていった方が実は良かったりしますよね。仕事をしながらの方がいいっていう結論に仮になったんであれば、 その中で一番早く受かっていく方法なんだろうだし考えた結果やっていることなのかっていうのにフォーカスしていられるかっていうのがまあすごい大事なところででそう考えたら焦るっていうのがそもそも例えば同じ時間与えられていますっていう時に焦りの感情があると実は効率めちゃくちゃ悪いんです早くやらなきゃって変なこと考えちゃってるんですよねその焦りの感情っていうのは実は何らかの責任感だったりとかいついつまでにやるのだっていうね強い気持ちだとかがあるからその感情は めちゃくちゃ大事なんですけどじゃあ今その焦りの感情で一定の勉強時間作ったぞってなったら今度は焦りの感情を置いちゃう。もうそれは無視して 粛々とやるみたいなことにしないといけないとかね。その勉強と健康みたいなことに関しても仕事があってその仕事の中で一定の成果を出していくこととかの方がより良い,い税理士になっていくために面白いよねと。いい経験になるよね。その方がなんか将来に役立つんだよねっていうんであればそれは絶対やらないといけないことで。だけど税理士になるんだからある時間の中で勉強するのだ。だけどそれをトータルやるためには自分の体も心も部分もないと そののの勉強ももここの仕事っていうのもパフォーマンスとして出せないんだったら実はこの時間は寝る方がいいこの時間は歩いた方がいいなんかそういう風な考え方になるこの動画で言っているいいゼリシになるんですよなったら最高ですよっていうそこに行くんだったらこの道は何を選択すべきなのかっていうのをきちんと考えて動けばこうやってコメントくださってる方々の通り一科目にした方がいいよねっていう結論になるのも本当にそうだと思いますし体力の壁がきて心身の健康管理がいかに大事か っていうも、うまさにその通りなんですよね。そういう風うに考えてもらいたいなと思って、40日1.5キロの <laughs>。 この連綿と脈々と続いているこのゆしん税理士 YouTube チャンネルの動画のほぼほぼ初期の中で言っていたそこにたどり着いているって感覚なのでことの起こりっていう部分でお話しさせてもらいましたゆしんさんを見ていると大変やることが多い生活をされているふうに見受けられるんですけれどもその中で焦ってしまうとか時間に追われてしまって一つ一つの作業が手につかないとかっていうのは何かあったりするんですかそうななんんでですすよよねこれまあいい焦<う>焦る焦るは ですけど 焦っている状態っていうのはもう一番良くないんですよ。やるってなったら。まあ税理士業っていうのはまあそもそも期限が決まっている。で、いろんな人の期限が一緒になるっていうことも多々あるし、僕で言えば音楽業の方もいろんな期限が多々あるし、この YouTube 動画もいろんな期限が多々あるし、音楽のための収入を得るためのこともやらないといけないだとか、結婚をたいものが同時にやってきているっていう。で、それがガーって重なる時とかもやっぱり多々あって、で、そうなると資料が来ないとかそういうの 含めてなんですけど申告期限の2分前に終わるとかねそういう時もあるんすじゃあ 焦りませんかっていや、それは焦りますよね。見ている限りでは、いつも落ち着いているというか、なんか、ね、すごいリラックスしてる風に見えるので、そう。大体はなんか難しいから、このままドーンって渡したいけど、<laughs> ちょっとできる限り言語化してみましょうか。やっぱマインドとしては、さっき言ってた通り、焦るってことね、とにかくね、大事なんですよ。自分に対する責任感だったり、周りの状況だとか、誰かに対する責任感だったり、やろうっていう気持ちの大きさだったりするので、それはまず認めてあげてほしいんですよ。じゃあ、なんかしなくちゃいけないとか、期日だとか、何かに対して、 例えば時間を確保することだとか原動力になってくるので焦ってよしなんとかしてこれやらなくちゃやらなくちゃやらなくちゃって言ってじゃあ今度時間作りましたってなったらあのスーンっってすするんんです <laughs> これ分からんわなもう詳しくそこはなんかそうですね焦ってるととにかく非効率になるので他のこと考えてしまうのでやり方としては例えばね自分で強引に頑張って作った時間が2時間あるとするじゃないですか。んなら即取りり掛かりたいんですけど 10分ぐらい考えるんですよ今からやるべきことって本当に何なんだろうとこれもし間に合わなかったらどうなるんだろうとそこから出てくるデメリットって実はどんぐらいあるんだろうと焦ってる時っていうのは本当のデメリットとかよりも期限に間に合うか間に合わないかみたいなことだけにだんだんそれできなかったらわあみたいななるんですけどじゃあ実際できへんかったら何がデメリットとしてあるんだろうとかっていうのをちゃんと考えてみるようよう考えた結果本当にここで今やるべきことってただただ何ページから何ページをやるだけで本当に いいいんんじゃゃなととかねちゃんと分かねち分ってくるので焦ってやったら、わーって,やってやった結果、しかも2時間経った時に、ああ、まだここ残ってるやんとかいうことももちろんあり得るし、そもそも非効率になってるから、だから例えば、2時間とかっていう、まあ、試験を受ける時間の中で、10分考えるのに使えって言われるうーってなると思うんですよ。 だけど、考えるんですよ。で、それをすることで、2時間焦った状態でやるよりも、1時間50分、納得してやった方が、明らかに量もできるし、質も高いものができるっていうのに、慣れていく。それを何回か経験していくってことですね。それができてくると、分かってくる。多忙の中で、その中でも確保した時間で、そうやって考える時間っていうのを設けて、落ち着きを持ってやっている作業、ね。そう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 。もう、あのー、本当にこう、焦ってることは多々あるんですけど、えー常 に考えてみるしあとボーっっととともするというかずっと考えてたら頭プシューってなるんで <laughs> ほんまにやるんですよまあたいね車の中とかねあとよくやるのはあのトイレねこれをだから1分とかじゃなくて5分10分ぐらいやってみる自分が回復してくるのは分かるぐらいまでやるでそれはもうほんとね忙しくなってくるとむちゃくちゃ贅沢な時間になってくるんですけど5分10分そんなことに使うってなんならその5分10分寝ようよっていうような生活なわけですよねそそのの分10分歩いいいたた方がいいやんんとかなんかその何かな何をしたく なるんですけどそうじゃなくて考えるボーっとするみたいなことに使ってやると自分の効率が上がることが分かって2時間焦ってやった経験と10 2,30分分そういういいいことななんんら2 30分やってもいいんです考えてボーっとしようやって230分やった時に仕上がるものっていうのに明らかに後者の方が良かったなっていう経験をやっていくと絶対できるようになってくるので何度も何度もやっていくとやっぱりこれもトレーニングというか一種のスキルなので練度が上がったりとか分かってくるんですよ。 ようになってくるんですよ今の例えば2時間を勉強にどう使うのかとか僕だったら2時間を例えば何かの作業に対してどう使うのかっていうこともそうだけど1日の中での選択とか1ヶ月の中での選択だとか何年もかけての中での選択をどうやっていけばいいんだろうっていうののそれを日々やりながらどんどんそれが正確になっていくというかより大きなことも考えられるようになるというか。それををやる時間を強引に 作っていくっていう練習をすると結果絶対リラックスしてる方がいいよねっていうのも分かってくるしじゃリラックスするための方法論を自分の中で手に入れていったりとかね僕やったら結構柔軟をするとかもそうですしまあよく言ってる時間ができたらスーパー銭湯に行くんですとかもそうですしそうやって作っていった結果が先につながっていくとだからできる範囲のことしかどうせできないのでできる範囲も見えてくるしできる範囲のことができだすと数も増えてくるんですよもうこれちょっとまあなんか飲みながらしゃ みたいな,話ですけどなのでまあちょっとそういうトライはしてみてもらうと。 結構開けると思います焦って量をやらないといけない時ほど考える時間ぼーっとする時間を作るとその量を削ることもできるし削った結果最終また増えてその時の量よりさらに多くの量できるようになったりするのでわかりにくい話になっちゃったけど今日でもできればそんな風にやってみてもらえたらなと思いますユシンさんよりも忙しい人まだかつて見たことがないので, <laughs> そ,んでそんなユシンさんのこう時間管理術とかっていうのは、はい、税理中受験生の方にも生きると思いますのでそうですね受験生活にも日々の生活にも活してもらえるとすごい、うん、い,いですよね 本当に是非ちょっとトライしてみていただいたらすごく変わるのは間違いないので是非やってみていただきたいと思います。ということですごいよくわからない動画になってしまいましたけれども思いとしてはめちゃめちゃ お話しさせていただきましたので何か伝わってくれると嬉しいなと思います。チャンネル登録、いいね。そしてコメント、よくわからんわとかでももう本当にいいので書いていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。そしてまあこういうのをね、全部伝えたいなと思ってやっているのが音楽なので、それも伝わってくれるととても嬉しいです。ありがとうバイバイ頑張りましょう